どんな様子でした？私が代わって申し上げましょう。介抱していたのはおかみのおみつで、これは25、6、油の乗った非凡の美しさですが、王町人の連れ合いとしては少し行き過ぎ、全身にただならぬものを匂わせます。どうぞ。平次は静かに促しました。私はお袖さんと一緒に、これは主人の妹分の田島屋の娘でございます。祝い事があって親類へ参り、暗くなって戻りました。その間に主人は一人で晩酌をやって、夕食を済ましたそうで、何かその中に悪いものが入っていたのでしょう。間もなく苦しみ出しました。するとしばらく経ってから、隠居所の母親も同じように苦しみ出し、町内の本堂健斎先生に来ていただいて精一杯のことをいたしましたが、主人はようやく助かり、日頃体の弱い母親は。おみつは声を落とすのです。毒は何に入っていたのか分かりませんかい？先生のおっしゃることは、石見金山猫いらずらしいということで、晩酌の時食べたウニの塩辛がいけなかったようでございます。それは玄斎先生は調べてみるとおっしゃって持って帰りました。主人はまたあれが大の好物で。ご隠居さんもウニにやられたんで？いいえ、隠居はウニが大嫌いで、これは田楽の味噌がいけなかったと申します。するとご主人とご隠居と別々に毒を盛られたことになるわけで。そんなことになりましょうか？おみつもそう言われると甚だおぼつかない返事になります。おやめ、変な細工をする下手人じゃありませんか。八五郎はきな臭い顔をしてみせます。行き届きすぎるな。ともかくもご隠居の方を見よう。平次は立ち上がると、おみつは番頭の庄兵衛を呼んで案内をさせました。50年配の頑固そうな男、手職を持って先に立ちます。大変なこったな、番頭さん。あっしも肝を潰しました。私ども奉公人はお勝手で一緒に食べましたが、これは一人も間違いはございません。そんな悪いことをする人間がうちの中にいるのか？とんでもない。主人やご隠居様を恨む者なんかあるはずもございません。お勝手は誰がするんだ？下所のお腹が一人で引き受けております。もっとも忙しい時はお嬢さんやご隠居さんが手伝いますようで。おかみさんは？まあお嫌いのようで。この家の空気は番頭の言葉尻にもうかがえます。隠居所は廊下続きの離れになった6畳と3畳で、母屋の豪勢さに似ず、これは思いのほかに簡素です。銭形の親分さんで。番頭がささやくと、死骸の上に泣き伏していたらしい娘ははっと顔を上げました。20歳そこそこの、これは初夏の花のような爽やかな美しい娘ですが、かわいそうにひどく足が悪く、そのため縁が遠いと後でわかりました。娘は涙に濡れた顔を無造作にたもとで拭いて、部屋の隅にいざり寄りました。外から帰ったばかりの晴れ着らしい赤い帯、頬が涙に濡れて、小さめの顔が本当に花のように匂いそうです。母親のお今は50というにしてはひどく老けておりました。髪も半分は白く、苦労を刻んだ芝の深さもこの大家の隠居らしくはありません。死骸は娘の手で一応清めてある様子ですが、騒ぎに紛れたか、線香一本、水一つ備えず、あまりそばへ寄りつくものもなさそうです。平次の慣れた目で見ると、間違いもなく独死で、前後の様子を聞くと秘跡の中毒ということがわかります。下手人に心当たりはありませんか、お嬢さん？お袖はこう聞かれても黙って首を振るばかりです。泣きじゃくりの間から止めどもなく流るる涙をせんすべもなく拭くのが精一杯です。おっかさんを恨んでるものがあったでしょうね。しっかりしてください、お嬢さん。おっかさんの仇はお嬢さんでなきゃ見つからねえ。でも私には何にもわかりません。母は父が死んでからは時々死にたい死にたいと言っておりました。これほどの大家のご隠居で死にてえというのは変じゃありませんか？さあ、それは年寄りの口癖とも言うべきでしょうか。
今日はどこへ行ったんですお嬢さん。番長の親類へ。店が忙しくて徳之助さんは行けなかったので、おみつさんと私が参りました。おっかさんは？まだ50そこそこですけれども、体が丈夫でないので外へは出かけません。お袖は悲嘆のうちにもこれだけは話しましたが、日頃口数の少ない娘らしく、平次もこれ以上のことはこの娘からは引き出せそうもありません。第4章。番頭の庄兵衛は口の重そうな50男で、商売の道には賢いかもしれませんが、調べの相手には骨が折れそうです。本当のことを言ってくれ。このうちにはいろいろ厄介ないきさつがありそうじゃねえか。隣の三条に引き入れてこう聞くと、そんなこともございませんが。一向に反響がないのです。おめえさんはこのうちに何年奉公しているんだ？35年になりますが、もっとも一度のれんを分けていただいて、山の手で同じ商売を始めましたが、商売がうまくいかない上に女房に死なれて、またこのお棚に戻り取り締まりをいたしております。それはいつのことだ？先代の旦那様がまだお達者な頃で、10年にもなりましょうか。その先代の主人はいつ頃亡くなった？2年前でございます。今の主人は？4年前からこのうちに入られました。お生まれは在家型で、お嬢様のお袖様がまだ若かったので、縁組は後のことにして、ただご養子ということでこのうちへ入りましたが、それから3年後で。待ってくれ。すると今の主人の徳之助はあのお袖さんの婿になるはずだったのか？ええ、そんなことだったかと思いますが、先代の旦那様が亡くなった時は、もう今のご主人はおかみさんも子供もありましたようで、四十九日が済むとあのおみつ様を坊ちゃんと一緒にこの家へ入れ、親類方やご近所町内の主だった方へもご披露いたしました。みんなそれで黙っていたのか？口を聞くような近いご親類もございません。それにお嬢様はあの体で至って内気ですから、ご自分で進んで身を引いたようなありさまで。へえへえ。番頭の庄兵衛も今の主人の仕打ちにはよほど腹が立ったらしく、平次の問いに対して最初の慎み深さとは違って、随分と思い切ったことを言うのでした。番頭さんも随分腹を据えかねた様子じゃねえか。35年も奉公していて何にも言わなかったのか？なんと申しても、私は奉公人でかれこれ申す筋合いではございません。もっとも近いうちに私もおいとまをいただいて、もう一度小さい店でも持ちたいと思っておりますが。庄兵衛が御用聞きの平次の前でこう遠慮のないことを言ったのも理由のあることでした。ところでこのうちの養子にした徳之助の身元を番頭のおめえが知らねえというのは変じゃねえか？存じてはおりますが。言いたくねえというのか？そんなわけじゃございません。7、8年前、田島屋はおかみの御用を務めておりました。お呉服どころと申して、後藤縫之助様のご支配で、孫棚ではございましたが見識のあった店でございます。その頃少しの手違いでお呉服商御免の上、重いお咎めもあるはずのところを、かかりお役人の若手で聞け者の坂田万右衛門様が取りなし、ご自分の手落ちにして身を引かれたので、そのまま大したたたりもなく済みました。その坂田万右衛門様が田島屋に養子に入られて、今の旦那様となった田島屋徳之助様でございます。なるほど、それでよくわかったよ。そんなわけで、お武家上がりのご主人と腹からの町人の私どもはどうもしっくりまいりません。いずれこの騒ぎが済んで代わりの番頭が見つかりさえすれば、私は身を引くことにいたしております。ところでその主人の徳之助と隠居のお今さんを殺す気になるのは誰だろう？さあそこまではわかりませんが。番頭の庄兵衛は小首をかしげますが、何やら思い当たることがありそうです。大事なことだ。隠し立てをせずに打ち明けてくれ。おめえには35年越しの
恩人と言っていい女隠居の仇じゃねえか。ええ、それに相違ございません。ご当家には十四の年から海山のご恩で、私はご隠居様がお嫁に来られた時から存じております。誠にいい方でございました。それその通りだ。そのご隠居と一番仲の悪かったのは誰だい？娘の婿になるはずだった今の旦那様を横取りしたご新造のおみつさんとはうまくいかなかったようで。もっともなこったな。お嬢さんのお袖さんはあの通りの内気な方で、それにお足の悪い引け目もあるためか、ご新造さんとは表向き仲のいい方でございますが、若い女同士というものはまた格別で。主人の徳之助さんの気に入りは奉公人のうちで。さあ、武家での主人徳之助が店中の嫌われ者であったことが長兵衛の苦渋な顔によく現れます。それじゃあ主人と仲の良くなかったのは誰だい？私などはひどく煙たがられた方で、もっとも手代の幸之助なども今を取りたがっておりましたが、あれはお嬢様に気があるので我慢をしていたようで。幸之助というと人形師東秀斎のせがれか。さようでございます。東秀斎もかわいそうなことをしました。あれはまことに厄介な頑固者でしたが、ご当家の先代の徳右衛門様とは無二の間柄で、酒だ碁だ花だ雪だと言っては呼び出しておりました。東秀斎と今の主人の徳之助とはどうだ？先代からの引き継ぎで一通りのお付き合いはいたしましたが、武家の出と腹からの江戸の職人とはやはりそりの合わないものがあったのでしょう。その幸之助はいるのか？まだ鎌倉町の自分の家におります。父親が死んだ後始末でしょう。もっともお棚からは近いので毎日一度や二度は参ります。今度の騒ぎを聞いて駆けつけてきましたが、先ほど鎌倉町へ戻ったようでございます。番頭の庄兵衛、無口らしく頑固らしい様子に似ず、思い切っていろいろのことを打ち明けてくれましたが、おそらくこれは新主人に対する日頃の鬱憤を漏らしたものでしょう。